なめ郡は、なめのどちらに行っても、海と山を同時に眺めることができる天に恵まれた環境です。半旅海上国立公園の中で唯一の山岳公園、クム山のポリアン、チュンヒョルサ、そして美しい砂が輝く、サンジュのギンシャビーチなど、味と城主が満ちあふれている宝の山です。なめで味わう特別な味、召し上がってみたいと思いませんか？ぎっしり打ち込まれているクヌギの木の杭、ここがまさに伝統的な方法で、チュッパンカタクチイワシを取るチュッパン漁ですが、水路が細く水の流れが速いことで有名なところです。特に肉質に弾力があり、歯ごたえの良いカタクチイワシが取れます。網で取らないために傷がないので、その価格が普通のカタクチイワシの10倍に達します。なめの名品であるカタクチイワシを最も美味しく食べる方法、それはまさにチュッパン漁のカタクチイワシの刺身です。その日に採れた新鮮なチュッパン漁のカタクチイワシを薄く切ってまっこりに和え、玉ねぎ、セリ、酢、コチュジャンに混ぜて食べる味、見るだけでよだれが出そうです。まさにご飯泥棒です。원래멸치는기름성분이많아서물에올라오면금방죽고상합니다그래서산지가아니면맛볼수없기로유명하죠그만큼한번먹기어려운음식이기때문에크기는작아도당당히생선의중의왕이라고말할수있을것같습니다サニーレタスにカタクチイワシをたっぷり乗せ、その上にナメの海風の中で育ったピリッとする一粒のニンニクを乗せると、口の中でとろけるような最高の食べ合わせになります。生のカタクチイワシで作ったピリッと辛いスープにご飯を混ぜ、エゴマの葉とサニーレタスで包んで食べるメルチサンパップも、やはりナメの代表的なご飯泥棒です。大きさは小さいが味は最高。カルシウムの王様であるカタクチイワシを生で味わうことができる場所、ナメのカタクチイワシの刺身をぜひ一度召し上がってみてください。밥도둑이따로없습니다비리지않고깔끔하고고소한것이난생처음맛보는해맛입니다명품멸치를생으로남해죽방면멸치에맛보세요맛보세요